します。また近隣の皆さんにはご迷惑をおかけいたしますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。続いて登場する鉄砲隊は火縄銃の発砲を行います。大変大きな音が出ますので、大きな音が苦手な方は耳を塞ぐなど十分にお気をつけください。